皆さんこんにちは。今回は抹茶ロールケーキです。今回のレシピは生命保険会社の冊子の分量です。作業工程は変えています。まずはじめに卵をボウルに入れてよく混ぜます。ある程度混ざったらグラニュー糖を入れます。グラニュー糖は2回に分けて入れてください。しっかりと馴染んだら次の工程です。70度80度への湯煎にかけつつ、人肌へになるまで温めながら混ぜてください。温度が上がったら湯煎から外して白くもったりするまで、一気に泡立てます。大体ですが2分くらいでできました。混ぜ終わったら最後にキメを整えてください。次は抹茶と小麦粉をふるいにかけながらボウルに入れていきます。入れ終わったらゴムベラなどで切るように混ぜ合わせてください。あまり慌てずにゆっくりと切り混ぜてください。この混ぜる作業の途中で牛乳も加えていきます。牛乳投入後もさらに混ぜていきます。しっかりと混ぜ終わったらオーブンペーパーを敷いた天板に生地を一気に流し入れて平になるように広げます。左官作業の要領で広げてください。広げ終わったら170度で12分13分焼きます。焼き上がりはこんな感じになります。粗熱を取ったら型から外します。冷やす間にシロップを作成します。ジャムとキルシュを混ぜてください。あまり神経質にならずにさらっとで十分です。ここはあまり説明もいらないかと思いますが、生クリームにグラニュー糖を入れて泡立ててください。硬さは角が立つくらいです。できた生クリームは絞り袋に入れてください。この時残したクリームで生地に塗りますので、塗りたい量をしっかりと残しておいてください。取り分けたクリームはデコレーション用ですので、お好みで取り分けてください。いよいよ仕上げの段階に入ります。まず冷ましておいた生地にシロップを塗っていきます。まんべんなく塗ってください。量が少ないので薄く伸ばす感じになります。シロップがまみれたら次は4等分にカットします。カットの仕方は動画のように細長くなるようにカットしてください。カットし終わったら次は生クリームを均一に伸ばしていきます。これは絞り袋に入れなかった方です。生クリームがまみれたら成形です。生地を一つ外して丸めて体の中心に置きます。2枚目の生地は先ほど丸めた生地の外側に巻きつける様にセットします。この時倒れないように注意してください。このように巻くと外側の生地は短いため閉じれないと思います。ですので動画のように閉じれなかった部分に継ぎ足すように外側を巻いていきます。こうすることで綺麗に生地を巻くことができると思います。このやり方は好き好きで構いません。お好きな様に巻いてください。ここまでできれば、後はデコレーションをして完成です。お好きなようにデコレーションをしてください。